田栄太郎、対応が杉岡です。内側に左足でボールを置きます。ここでクロスボール、キープして島田、高木義明、素晴らしい、突き刺した途中出場の新潟の本田。ここで松田選手の仕掛けのところで、なかなかこう選択肢がない中でも少しこう運んで中の状況をよく見ましたね。でここでの長田選手ですよね、あのペナルティエリア内で少しこう難しい体勢になりましたけど、これで相手かわしてしっかり味方へつなぐ、島田選手もねしっかりより状況のいい高木選手をよく見つけましたし、まあ、何よりこのシュート、はい、イメージ通りだと思いますね。